こんばんは、あいくらです。今回はですね、現環境でギリギリまで綺麗にまとめた技能と魅力を重視した、繊細記載の巨流6つ揃えのビルドを紹介します。もちろん一気当選も2つ入っております。先日はですね、バージョン 1.06 で強化された石化性能、それを生かすのは今じゃないでしょうかということで、早速行ってみましょう。もしね、参考になったよという方は最後、チャンネル登録や高評価もお待ちしてますので、ぜひ最後までご覧ください。それではね、行ってみましょう。ではビルドの方ね、詳細を説明していきます。揃え効果に関してはまとめて下の方に記載しておきますので、ぜひそちらを参考にしてください。まず一つ目として、繊細記載の巨流なんですが、先日のねバージョン 1.06 で、石化性のアップっていうところが調整されて、より石化が成功しやすくなるように調整されております。で、石化が成功しやすくなったことで捨てたこととしては、強靭の戦士、被ダメージマイナス 10% 軽減っていうのがあったんですけど、そちらを捨ててより石化で頑張っていこうっていう考え方が、このビルドの、まず一つ目の特徴です。まあ一つ枠が開くだけで、より火力の方に振っていきますので、まあ強靭の戦士外す時が来たんじゃないかなと僕は思っています。で2つ目ですね、今回はまあ見ての通り海岸摂氏牽制ですね。こちらの方で技能の方も、ステータスが上がるように、設定しております。最大3つですね、3つと、似合いの香りで全ての効果が発動しております。で、技能を上げることで何がいいかっていうと、気力攻撃力ですね、気力への攻撃力っていうのが上がりますので、ですね、ここで言うとステータスで言うと真ん中の方なんですけど、気力攻撃力、ここが655というね、まあまあ高めの、まあまあじゃない、結構高めだと思うんですけど、気力をねより与えて、まあお使いのね武器種によって結構変わってくるんですけど、僕の場合は結構、刀の天然理心流で、気力ダメージを与えていくよっていう戦い方ですので、ここのね気力攻撃力ちょっと噛みそうでしたけどここをねちょっと重視しながら、技能をね高めて、数値を上げていくよっていう考え方です。で、続きまして、臨前ですね、臨前たる血人の方は、先日上げた動画でもここはマックス数値は出してたと思うんですけど、まあ、魅力の方ですね、魅力の方を上げて、幸運値をねより高めております。で、まあ、先ほど言った天然理心流に関しては、魅力と技能を上げると、すいません間違えました、武勇と魅力です。なので魅力の方を上げてね、流派の方のステータスも上げています。でもう一つ、こちらの典型の下方ものかなだよねいつもこれ下方者って言っちゃうんですけど、下方ものね、典型の下方もの、の方なんですけど、こちらね結構つけてる人多いかなと思うんですけど、幸運値が上がるもので、こちらの方もね先ほどの臨前と同じく魅力のステータスが上がりますので、幸運値も上がるし、天然理心流の、攻撃力も上がっていくっていう、仕組みになっております。まあ、あくまでもね、刀の天然理心流で、説明していますが、まあ、他の武器種でも、魅力とか、技能に関わる武器種があれば、そちらの方を使っていただければ、火力はどんどん上がっていきますので、魅力と技能ね、技能と魅力、ここをね、ぜひ意識して、構成をね組んでみてください。特に刀にこだわる必要はないです。で、その他に関しては、無念無双2ですね、こちらの方は繊細記載の巨流の6つ揃えで石化性能上がったのに、ちょうど噛み合うようにね、石化に関するものが、多く含まれている揃え効果ですので、まあ、これもねできれば3つ揃え最大まで発動したいんですけど、
まあちょっと枠がないので、ここは2つ揃えのままで、運用しております。で最後1期当選かな。1期当選の方は、試練の方はね、相変わらず、今回もですね、属性強化、属性強化というか状態異常、をしながらのエンチャントをしながらね、戦っていくよっていう感じになりますので、前回のビルド紹介動画と同じく試練をしてしまうと、エンチャントが切れてしまうので、ここに関してはこの前方回避強化、こっちの方をつけたくて、2つどれ、つけている感じになります。試練してもね、全然いいんですけど、試練した後またエンチャントするなら、武器にまとい直しをしないといけないので、そこだけね注意していただいて、運用していただければいいかなと思います。僕の場合は基本、この前方回避強化の部分だけを、取る感じで、あとはあんまり試練は使わずに、なんだったっけ、劣化じゃあ烈風ですね、烈風の方を、重視して、戦うように心がけてます。で流派の方はですね、先ほど言ったように技能と魅力を主に挙げていますので、無害流ね、無害流の技能のアップと、天然理心流の、魅力のアップ、ここのステータスをね上げて、両方ね武勇が共通してるんで、本当武勇までゆくゆくつけれるようになったらより、戦いやすいのかなと思います。でおそらく、こういうステータス系をね結構上げていってるので、この刀のね、831っていうのも結構高い数値になってるんじゃないかなと思います。で、特殊効果、因縁継承とかでつける特殊効果に関しては、後でさらっとね流しますので、またゆっくりね止めながらご覧ください。ステータスはね、ちなみにこんな感じです。もう一度言うと。で、異名の方は、こちらも魅力が上がるように、江戸城下の、有楽者の方をつけています。これじゃなくてもね、この下の、風情をしなむ狂貴族かな。合ってる、こちらの方で技能を上げてもいいですし、逆にこの幕末の覇王かな。とかで武勇を上げても全然いいので、この下の3つとかね、結構いいんじゃないかなと思うんで、お好みのものをつけてください。で今回魅力を結構上げてますので、研ぎ直しの方は無研ぎの方で、幸運値をさらに上げてください。で能力の方はもう全てつけてもらっていいので、構いなしに全部つけちゃってくださいっていう形でね、簡単ですけどビルドの紹介になりますので、で最後にね、参考なんですけど、要はね、こっち気力ダメージを、結構重視しているっていう仕組みなんですけど、これに対してね、こっちちょっと常時気力ダメージ 4.8% っていうタイトルのビルドになってると思うんですけど、この常時気力ダメージね、状態異常相手がしてるしてないかかわらず、気力ダメージを結構与えるのに対してちょっと 4.8% ぐらい気力ダメージ下がるけど、その分ね、状態異常攻撃が、状態異常か敵が状態異常になった時に、攻撃力がね 7% 上がるっていう、こういう1個、技能の部分を抜いて霊利な兵法者を一つつけて状態異常の敵への攻撃力アップの方を取るっていうのも一つです。こっちの方はね、例えば刀でガトツとか、
使う方はこっちの方がいいんじゃないかなと思います。まあ僕はね、敵に応じてどっちも使えれば一番いいかなと思いまして、両方一応組んでありますので、こちらね、お好みで、ぜひ使ってみてください。ということでね、簡単でしたけど、ビルドの、紹介となりました。最後ね、実践の方行きますので、ぜひそちらの方もご覧ください。龍馬さんが来るな、おまんも来るち思うちょった。切り続ければよう変えられる、そのはずじゃったのに。わしは一体いつまで。おまんを切りゃわしは楽になれるかも。じゃあ何をやっちょる。わしはどこで間違うた。おまんのような敵がおった。わしも